はい、今回の動画は Excel で電子印鑑が押せる無料ツールをご紹介します。で、こちらのツール、その名前の通り Excel 電子印鑑というツールになります。ダウンロードの URL の方はまた動画の下の説明欄の方に入れておくので、動画見て気になったという方は URL クリックしてこちらのサイトに来てください。ダウンロードの方はこちらのサイトに来てもらって、この Excel 電子印鑑ダウンロードというところですね、こちらをクリックしてダウンロードをします。はい。じゃあ、ダウンロードが完了すると、こういった形で ZIP ファイルでダウンロードされますんで、こちらダブルクリックして、まずはこの ZIP ファイルを回答してください。はい。そうすると、回答したフォルダーの中に、この Add-in インストール用というファイルがありますんで、まずはこちらをダブルクリックして、このファイルを開きます。はい。そうすると、こういった形で Excel の方が開いて、このセキュリティの警告っていうのは、これが出た場合は、コンテンツの有効化というところをクリックをして、有効化をしてください。で、次にこのインストールというボタンのところですね。こちらをクリックします。はい。これでインストールの方が完了になりますんで、OK で終了します。はい。それでは実際にこのツールの使い方なんですけども、印鑑をしたいファイルを開いてもらった状態で、マウスを右クリックします。そうすると、この中にこの Excel 電子印鑑というメニューが追加されていると思いますんで、こちらにマウスのポイントを持っていくと、右側にいろんなタイプの印鑑が出てきますんで、これはご自身でいろいろ見てみてください。今回何でもいいんですけど、じゃあビジネス印といったところをクリックをすると、こういった形で社外費であったりだとか、この見本とか極秘とか回覧とかね、いろんなタイプの印鑑が押せますんで、今回は何でもいいんですけど、じゃあ回覧とかにしてみましょうかね。こちらにチェックをつけて、OK ボタンをクリックします。はい。そうすると、こういった形で Excel のファイル上に電子印鑑を押すことができました。はい。といったことで、今回ご紹介した Excel 電子印鑑ですけども、今回の動画では単純にこの回覧という印鑑を作りましたけども、この印鑑の中身をいろいろ自分でアレンジしたりだとか、結構使い勝手のいい電子印鑑のツールになりますんで、動画見て気になったという方は、ぜひ使ってみてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。